ちは、ランコの母ちゃんです。今日はね、3.11 から9年目っていうことで、ネットだとかのテレビとかでも割と防災に関する話題が多いんで、ワンコたちのね、防災用の備蓄の話をしていこうかなって思います。で、うちはまたこれ、母ちゃん大好きコストコ保冷バッグ、これに備蓄をしているんですけれど、これほんと便利でね、側がとっても軽いんで、中に結構パンパンに詰め込んでも母ちゃんギリギリ自分一人でも持てるかなっていうぐらいの重さにしかならないのと、あと万が一ね、犬たちが怪我しちゃった時は中の防災グッズ捨てて、ワンコを中に入れて運んであげたりもできるんで、これ、用意しておくと便利かなと思います。で、まず一番大事なのはお水。人間だと一人当たりだいたい1日2リットンで3日分を準備しておいてくださいねっていうのが推奨されているんだけど、ワンちゃん用だと多分ライフラインの中ではね、水が一番先に供給されるはずではあるんだけど、なかなかね、ワンコの分までくださいっては言えないじゃないですか。なので、ワンちゃん用は基本的には最低でも5日、できれば7日分を飼い主さんが用意しておいてあげてくださいねっていうのが推奨されてます。で、ワンコにお水がどのぐらい必要かっていうと、体重1キロあたり1日約50ミリリットルのお水を準備しておいてあげてください。で、例えばあーちゃんだとね、あーちゃんは3キロなんで、50ミリリットル ×3 で150ミリリットル。これドライフードだったり手作りだったり食べるものによっても必要量って変わってくるんだけど、まあだいたい50ミリリットル、1キロあたり50ミリリットル用意しといてあげれば、ライフラインとしては十分じゃないかなと思います。で、次に必要なのが食べ物ね。大事ね、食べ物ね。で、人間のそういう時に供給される食べ物って、配給される食べ物ってほとんどが炭水化物なんですよね。おにぎりだったりパンだったり。で、もちろん炭水化物って犬にとってもものすごく効率のいいエネルギー源で、そういう災害時に消化のいい効率のいいエネルギー源は大事ではあるんだけど、言っても基本肉食、相当肉食よりの雑食な生き物なので、どうしてもそういう災害時に一番手に入りにくいお肉系のものはしっかり備蓄しておいてあげるといいかなって思います。これね、普段ドッグフード食べてる子でも災害時ってどうしても興奮してたり緊張してたりしてん時って犬も消化能力がものすごく低下しちゃうんですね。なので、そういう避難生活みたいなのの最初の3日間ぐらいはできれば暖かくて水分をいっぱい含んだ消化のいいしっかり栄養のとれる食べ物を食べさせてあげたいなって、食べさせてあげてほしいなって思います。ね、うちが用意してるのはこれ、うちみたいにそんな里飼いでなければ缶詰とかでもいいんだけど、うち5頭もいるんで缶詰で用意するとね、ものすごく傘が増えちゃって大変なんで、うちが用意してるのはこういうレトルトのパウチですね。これはモンゴル産のヤギ肉、お肉だけの入ったパウチで、これ以外にもこっちは総合栄養食、でどうしてもね、そういう時って食欲も落ちちゃったりするんで、ちょっと普段の食事よりも美味しいものを準備してあげるといいかなって思います。
ってうちこれドッグショーの時もキャンプの時も旅行の時も基本的にはあの嬉しいストレスも悲しいストレス怖いストレスも体的には同じストレスなんで胃腸の動きは鈍っちゃうんですよ。なので、うん、そういう時にはあの美味しくて柔らかくて、うん、消化に優しいあったかいもの、なので旅行の時も全く同じこれを食べさせてます。でうーんとそういう災害の時に初めてあげるものじゃなくって、そういう旅行の時には必ずこれが出てくるよみたいなものがあると、例えば災害の時避難生活で車の中でしばらく生活しなくちゃいけない時なんかも、あ、これは旅行なのかなって勘違いしてくれるんじゃないかなって、そういう意味も込めて、うん、うちはあの旅行の時に読書の時もね、外出する時の特別な食事としてこれ準備してます。あとはね、あとはこういうおやつなんかも、これはね、固形のヨーグルト、あとは乾燥フリーズドライの納豆、こういうあの乳酸菌だとかもうなかなか手に入らなくなるので、でこういう消化を助けてくれるようなおやつも用意しとくといいかなって思います。あとは あとこれはね、これはトライプのフリーズドライ、ラムのトライプのフリーズドライだとか、あ、もちろんドッグフードもね、あとはエアドライの、なかなかあの生の栄養素が手に入りにくくなっちゃうはずなんで、そういう時ってこういうエアドライのフードも、これはエアドライなんだけどフリーズドライで、これはアディクションっていうブランドのものなんだけど、これ以外にもあの探せば K9 だとかいろいろとあるんで、そのワンちゃんの口に合うものを探して、で普段からちょっとお出かけの時とかに食べさせ慣れておくといいかなって思います。あとね、案外あると便利なのがポット、これあったかい食事をさせてあげるのに、どうしてもね、あの特に冬場なんかだとね、冷たい食べ物を体温まで上げるのって結構エネルギー消費しちゃうんですよ。だからなるべく人肌に近い38度から40度ぐらいのあったかいものを食べさせてあげると消耗が少ないかなって思います。で、あとは大事なのはワンコ用の食器と、あとね、このキャンプの時なんかでも案外便利なのはあのビニール袋、一回一回洗ってあげられない時はね、食器にこれをかぶせてご飯を入れて食べさせて、でこれをこのまんまこうして捨ててしまえるんで、これ用意しとくと便利かなって思います。人間はね、あのよくあのサランラップなんかをお皿にかけて、そうするとお水がなくっても洗えなくても清潔に食事ができるんで、うちはワンコ用にはこのビニール袋、あの排泄物を拾うのにもね、ペットシーツなんかも夏場だと多分匂っちゃうんで、あ、ペットシーツも備蓄ものすごい大事です。これ人間も使えるんで、この前のあの横須賀の長期間の断水の時にもものすごい品薄になったんですよね。なので、災害が起こると割とペットシーツは品薄になりやすいので、普段から多めに備蓄しておくといいかなって思います。でね、
ポコちゃんとあーちゃんがお部屋にいるんで、うちの読書のご飯の作り方ね、災害時も同じなんだけどね。あとあと便利なのは、まあお水があるかどうかなんだけど、洗剤がなくてもね、あの洗えるたわしなんかも、 あとは整腸剤も入ってるとお箸で、もう夕ご飯食べちゃったからね、半分こでちょっとずつね。ではね、ドッグショーの時とかキャンプの時にこうやってご飯を作るんですよっていうのを、まずこれが、ジップロック、ジップロックにこれがヤギ肉のレトルトですね何眠かったんじゃないの、夕ご飯終わって目覚めちゃった、いい匂いするもんね。取れない、ちょっと待て、あちゃんやめてよ。でこれさっきお湯入れてきた、お湯はね、60度を超えるとタンパク質が変性しちゃうんで、あのエアドライのフードやフリーズドライのフードはね、60度超えるお湯をかけるとちょっともったいないんで、あの指をギリギリ入れれるぐらいの温度が60度以下です。これを60度以下のお湯をこう注いで、あーちゃん危ないな、食べないでください、喧嘩になりますよ、そこちゃん、これ入れてあげて、全部全部ね。で、ドッグショーの時もそうなんだけど、緊張してたり興奮してたりお水を飲むのが下手になっちゃってる時はね、ちょっとあの水分びしゃびしゃぐらい、ちょっと多いかなぐらいのお水の量がちょうどいいと思います。でこれに火が、エアドライのフードを入れてもいいんだけど、これはこれもアディクションか、このアディクションというフードもね、案外使いやすくて、こうやって粉みたいになってて、で低温乾燥させてあるフードなんで、こうやってぬるま湯を入れてあげるとふやけて生のお肉の香りがしてくるの。あとはね、うちがよく使うのはこの玄米と泡のパフ。これはちょっと特殊なルートじゃないと手に入らないブランドなんだけど、ポンポコポンっていう6種類ぐらいの雑穀が入ってる、ポンした雑穀が入ってるのも割と使いやすくて時々買うんだけど、このポンした穀類っていうのはね、人間にもそうだけど犬にもものすごく消化に優しくて、でショーの時にね、太れない子にはあのパンだとかご飯だとかを食べさせろっていうぐらい、あの効率よく消化に優しい、消化しやすいエネルギー源になってくれるんでおすすめです。でこれを朝わしゃわしゃと揉み込んで混ぜてあげて、でこれね、うちは別にショーの時はねそのまんまあげちゃうんだけどね、ビニールかけて食べる練習してみようか。ポコちゃんも食べる？ポコも食べる。じゃあ待って、もう一個作ったけど、ちょっと待って、半分こでいいね、夕ご飯終わってるからね。はい、これでまだだよ、まだだよ、ほら踏むよ、お箸ですか。
な。あちゃんそこいるとさ見えないから、あきこっち来てて。うん、あげるから。あ、お箸いらなかったな。夕ご飯食べた後にちょっと多かったか。じゃああとでちょっとせっちゃんたちにもこれあげよう。あとで、食べてみますか。避難食。こっちがポコちゃん。こっち見える方を向いて食べるといいけどな。こっちがポコちゃん。こっちがあちゃん。はい。ね、ちょっと特別なんだけど、ものすごく特別じゃないんだよって、あの、ポコちゃん映ってない。旅行の時とか、読書の時とか、ちょっと特別な時に出てくる、あ、お出かけなんだなって犬たちが、避難生活を、旅行中なんだなって勘違いしてくれるような、うん、ちょっと美味しくて特別なご飯を普段から習慣つけておいてあげると、うん、あの犬たちはね、何が起こってるかわからないからね、何が起こってるかわからなくって、で飼い主がテンパってるのが一番ストレスになっちゃうからね。犬たちの前ではあんまりテンパったところを見せないようにしててもね、分かっちゃうもんね、あんたたちね、母ちゃんがテンパってん時ね、バレバレだもんね。だからせめて美味しくてあったかい食事をちゃんと用意しといてあげるといいかなって思います。ワンコの母ちゃんと、なぜかお家の中であのイベント食にありつけてラッキーなポコちゃんとあーちゃんがワンコの防災についてお送りしました。参考になったなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ワンコの母ちゃんでした。ポコちゃんは、ポコちゃんも可愛いお顔見せない。美味しかった。そうです、これはもうこうやって捨ててしまえばまた新しい感じで。まだ食べんの？もうないじゃん、なんも。ワンコの母ちゃんでした。